界のナンバーワンといっても過言ではない大ヒット RPG 第2弾桃太郎伝説2。あれから3年後、閻魔大王をしのぐ強さを持つという地獄王が現れ、またしても鬼を使って侵略を始めるんだ。その頃桃太郎は、ああほら庭に置いてあるのは前作でかぐや姫にもらった月の水晶だね。さーて、ゲームシステムの方は前作と基本的にほぼ同じ。パスワードは廃止されてバックアップだけになったみたいだよ。ではいよいよ旅の始まりだ。この人、オートバトルの方法を教えてくれるオートバトル仙人、ラッキー。敵の攻撃を先読みしてくれるオートバトル、とっても便利なんだけど、ちょっと時間がかかりすぎるのがたまに傷だよね。取り入れられた新しいシステムに下取りというのがある。武器や防具を買うと自動的に不要になったものを下取りしてくれるんだ。おまけに装備までしてくれるから楽ちん楽ちん。準備ができたらいよいよカチカチ山で決戦だ。you